はい、どうも私でございます。本日も激震フリーザカード縛りプレイですね、やっていきたいと思います。フリーザの第二形態ですね。どうなのかなとちょっと不安しかないんですけど、カードを消費しないと必殺技カードは来ないんですが、ピッコロもね悟空もやれたらすごく困るんで、まあ1ターン目はちょっと様子見って感じですかね。でも言うてクリーソがいるのを忘れてました。まあ必殺技以外でのダメージは全く期待してないんで、言うて相手の戦闘力は100万ですからね。言うてこっちは30万ちょいだから、原作で言ったらフリーザと第一形態のフリーザと戦うベジータで弱いんですよね。ピンチ10万まで来ましたよ。クリーソ10万、犠牲人か。これでもクリリソはアウトですね。うわーい、尻尾攻撃、サイヤ人も尻尾が入ったら尻尾攻撃できるんですけどね。クリリソ、はあ、カード使用要因ですからね。来たで、1だけど1でも必殺技使えますか。こっち使いたいんですけど、とりあえずこっちで。うわあ、時間かかるね。とかどれくらい入るのかな。攻撃力は高い。うーわ、97。ちょっとこれ勝てる気がしないな。いや、でもこれがどれくらい入るか次第。そうきた。おい、でかい。73か。まあでもあれですよね、必殺の攻撃力が1で相手が7で70ぐらい入るってことはやっぱ結構入るってことですよね。うー、誰かに機械出せたいっすね。とかテンサー帰ってきて、チャーヤも帰ってくるで、そうっすね、もうみんな帰ってきだすんすね。普通に悟空を回復させるという、ちょっと待ってくださいね。あんまり流派を一致させないでエフェクトを短くする。チャイム帰ってきた。でもこれ結局あの爆発型だったら終わりっすからね。えい、天さんちょっとカード選んでくれよ。おい、うわー、爆発派だ。せっかく帰ってきてさ、カード処理できるなと思ったらよ、でかい、くぅ、このさ200ぐらい300、うわぁ、チャイム、もうこっからあとはもう地獄ですよ。全員終わるから、せっかく帰ってきたばっか、これサイヤ人みたいに強くなって帰ってくることができないから、何しに来たよ。せめてあと1体いてくれれば必殺カードを来るようなことできたのにね。うい、長くなるで、こりゃ長くなるで。とりあえず本当に必殺カードは本当、まあ、どんどん復活してくるとは思うんですけどね、長期戦やってるんで。全体攻撃が多いね。ああ、全然だ。ほんま勝てんのかな、問題まであるよ。悟空スーパーエネルギー派、エネルギー派、左手エネルギー派、でかい、くぅ、どうすっかな。ちょっと復活させたいね。餃子帰ってくるよね。ご飯ちゃんも帰ってきてもらっていいっすね。余裕があるときに。お、餃子いきなり必殺技、こんなありなんだ。うい、餃子1、あーっす、あー、左手エネルギー派ね。くわーですよね。200
かなり辛い展開なんですけど、こんなゲームでしたっけ。当たらねえ。勝ち上げ、左へ、左足勝ち上げ。でもこれのがチャオズも使えるから、チャオズも使えるってのはでかいっすよね。コロさんで餃子、これ3つ使えるんで。あーす、ちょっとカード強くない。バーくわー、右ストレート、チャオ餃子。これせっかく帰ってきたのに一発っすわ。餃子餃子、これもう自利品すぎるで。右手左手右足ですよ。来ないね。ほんとザルカードしかないっすわ。うわーもうやめくれそんなんさ勝てないよ。くわー、このさ、くー、やばい、やばしいです。くわー、うわー、ちょっとですよ。デンデカードで応急処置がすごいからね。応急処置がすごいですよ。お、ベジータ、ベジータはもうあんま関係ないんだけどね。でも壁になってくれるかもしんないから。コロさん、コロさん、おい、エネルギー派しか打ってこないのかな。でかい。あー、マジかよ、マジっすか。このさ、俺のパートナーが、あたいのパートナーが、ちょっとこのさは早く来させたいんですけど、次とのターンで帰ってきてくれんのかな。お、ごはんちゃん、ちょっと全体攻撃がひどかったか、左肘。ワンちゃん、耐えるってくれるんだよね、ちなみに。ちなみに、耐えてくれるんだよね。くぅー。あ、よし、ナイス。これでカードを消費してくれるから。カードさえ消費してくれれば、必殺カード待ちだから、こっちとら。こんだけ来るのが遅かったら、来た時は超元気玉だ。おい、帰ってきた、帰ってきたで。いいね、アダース、ベジータさん、ベジータさん助かっております。めちゃめちゃいい壁になってくれました。おい、ありがとう、休んでてくれ。これ悟空さが食らってたらやばかったからね。ごはんちゃん、左肘、コロさん、ちゃんコロ、あう、まあ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 、全然全然来ないね、来ないっすね。来ないっすねー。くー、爆発だ。トゥー、でかい。オッケーオッケー、
ガチャ4ブリス。ガチャ頑張った。頑張った方だよ。頑張った方だよさ。ほい。マジ必殺、こんなにも必殺技カードって来ないもんなんですね。やっと来たね。これ超元気玉入れます。そうそうカードなんて来ないから、もう超元気玉を毎回入れとけってことっすね。学びました。成長です。はい。超元気玉。でかい。でかい。わー、変わらない。あ、ちょちょ、背中から。おい。バカでかい。134。でも全然壊んで。そんだけしか壊ないの。いやー、マジか。くぅ。ああ。ビーよ。カードザル？マジでザルカードしかないからね。誰か復活させて、変えたい。あーす！いや、エネルギー派しかないから。エネルギー派しかないと信じております。ふぅ。ういパワーを貯めて、久々ですよ、パワーを貯めて。これエフェクトがかかる割にはダメージが全然入らないから意図して外してたんですよ。どうせこうなんでどうせこうなんで。来たー、来ました、スーパーチャンスタイム、チャンス。瀬下さんですよ、こんなチャンスそうそうないよ。チャンス、ディフェンス低め。よし。まあ悪くはない。悪くはないというか。もうちょっと低かったら助かったけどね。まあ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 。ああ。2か3とかが理想でしたけど。まあまあまあ。7とか Z よりは。こりゃ期待値大よ。期待値大です。こんな Z の必殺技なんてそうそう使えないからね。でかい！うわぁ !269。269。毎回これ使っとけば、超元気玉毎回使えるという、裏技です。裏技にもなんないけど。ふぅ！うぃ。悟空肉。これもエネルギー派かな？ああ。じゃあエネルギー派しかないんだね、やっぱ。ふぅ。よし。全然大丈夫。このさ、そろそろ誰かを復活させたい気持ちもあるんですけど、誰か復活させたいですね。確かに。ちょっと壁多いんで。11を使わせますけど。あーす！そうか、爆発破壊エネルギー派ってことなんだね。くぅ。これ、イソが耐えれるかね。わざわざ生き返らせたから。え、大丈夫でしょ！おーし、耐えた！偉い！偉いです。これでカード消費できる。必殺技カード待ちだから。こっちとら。まだあと変身を2つ残してるってのは確かにものすごい恐怖ですね。恐怖でしかない。ああ！悟空差がやれたら終わりですから。悟空差キープレフトで。
うわー、これも全体攻撃か。えい、ですよね。えい、ふん、ここ危ないかも。あー、ダイだ、クリーソー、しょうがないね、クリーソー。次殺さん回復ですね。Z とかいらないからね、正直。ディフェンス力が低いと一発やる可能性ありますから。はい。か。うわ。危ない。あう、たう、くー、変なカードしかねえ。マジで変なカードしかねえ。ディフェンスはザルなんすよ、結局のところ。久々ですよね、普通の通常攻撃は。ういー、もう全然これ引くぐらいこね。マジで必殺技カード待ちなんですけど、やっぱ回復させないとダメだね。回復させて可能性を増やさないと。おパワーを貯めてどれくらいだろう、言うて100ぐらいでかい、言うて100ぐらいと思ってんだけど。あ、だよね、全然 OK。 次誰か復活させますか。だからカード3つ消費できるし、2つ来たね。まあでも復活させるか。ちょっと怖いけど、店員さん、おー、いいね、2。いやー、だけど悟空が、悟空できたら耐えられるかな。さっきに悟空から動かしてくれ。悟空から、悟空から、悟空から。あ、テイさん、ちゃんて。てったっ、悟空から。よし。もしこれで、倒せなくても、まあ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 と、ダメージさえ入れてくれれば、でかい。うわ、まだまだやね。くぅ、ういー、テーサ耐えれる。おお、奇跡、奇跡を受けました。こんなことあるんだね。あんなことあるんすね。しかもまた必殺カードが来た。いや、これはチャンスよ。こんなチャンスそうそうないんだから。こんなチャンスなんてそうそうないんだから。テンさん、いや、テンさん役立ってるわ、頑張ってるよ、貢献、貢献。ああ、オッケー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 、大丈夫です。うわ、あれ、背中から、よしよしよし、背中から、むしろ背中からいった。おい、いった。ああ、クックック、今までは悪かった、貴様たちを舐めてたの、だが思ったよりできるんだな、俺の実力を見せることにした、実力をな。やばい、やばしいです。エクレア、エクレアフリーザって呼ばれてるらしいんですよ、この第3形態は。
エクレアフリーザです。エクレアフリーザ、クックックック、怖いで思うがいい。この変身まで見せるのが貴様らが初めてだ。この後もあるんでね、この後もあるんですけどね。さあ、また強くなってるんすよね。まあ、こっちも強くはなってはいるんですけど。エクレア、エクレア、さらに強くなってんよね。左手でかい、うわー強え、めっちゃ強なっとるて。いや、めちゃめちゃ強なってますわ、さすがに。さすがですわ。さすがにめちゃめちゃ強なっとる。誰か生き返らせる余裕があるかな。ですよね。それ必殺技で全体攻撃か単発に大ダメージなんでね、電電を他のところ使えないよね。全体爆発ハー、エクレア爆発ハー、エクレアでかい、くぅ、コロさんが250ぐらいですかね。ですよね。うわ、ザル、ザルいのしかねえ。ザルいわ、カード。マジです、カードがザル。おい、チャヤム、チャヤム、チャヤ復活、チャヤ復活、うぅ、チャヤム、チャヤム、耐えて、耐えて、耐えて、チャイム耐えてください、チャイム耐えろ耐えろか、もう何しに来たのよ。ただただ壁になりに来たと。おー、学校出たら1限目で、1限目で相対やん。会社来てすぐ直行直帰ですわ。ちょっとただちょっと誰かを回復させるチャンスが来てます。餃子もすぐ復活できるから、ご飯茶復活させますか。ご飯茶、おお、いや、助かる。まだこの攻め方助かるよ。うい。このさ、戦い方、この攻め方助かる。全体攻撃じゃなく、ないのは助かる。シンプルな単発攻撃ってのは。うい。こんな戦い方してフリーザを倒そうとしてる人はそうそういないですからね、マジで。弱いカードか関係ないやん。あっ、左手エネルギー波200ぐらいかな。うーわー、マジかよー。いや、やばく見すぎてたわ。何が200ぐらいよ。マジっすか、エクレア。エクレア？やばすぎるじゃねえか。エクレアよ。クリアやろ、これ。やらかしやがって。マジかよー。
おっ、餃子餃子、これ帰ってきました。5万って5万でようここ折れるなってぐらいですけどね。ネイルさんぐらいよね、5万だと。あー、いやー困るわー。いろいろと困るわ、これは。ああ、やっぱエネルギー派の方がダメージがでかいね。爆発派も痛いけど。うわあ、ご飯ちゃん無理ですね。くぅ。餃子餃子餃子出てきて、これ何の役にも立ってません。せめてカードを消費してほしいもん。カードを消費してくれないしさ。しかも全体攻撃やれたら、ほんと何の役に立ってないからね。マジで。やっと来たぜ。ただ2だからね。あー、Z か。いやー、これめっちゃ食らうで。クラウデンダオミです。ううマジっすか。あぶねー。まあちょっとでもダメージ与えとか。よし、でかいか。全然食らわねー。無理だ。ちょっとレベル上げると無理っすわ、さすがに。勝てない。レベル上げに変えますか。無理よね、もう。ここはさ、この、宇宙船ってレベル上げると無理っすね、さすがに。逃げるか。無理だよね。無理ですわ。ちょっと逃げる。悟空が乗った宇宙船ってここか。もういや、とんでもないことになってますから。くっ。いや、ほんとよ、ほんとよ。ちょっと一回らしていくか。もう一回らせなくてもいっちゃいいんだけど、ちょっと一回万全の状態にしましょうか。ベジタ。いや、こら、こんなきついことになると思ってなかったからやな。一回、体勢を整えないと。こんな自利品なことないで。もうコロさんの全体攻撃一発で終わると思ったんですけど、ね、いやー辛い。ちょっとどれくらいまでレベル上げればいいかわからんけど、最大まで上げますか、悟空さを。まあ、レベル上げなくても、あー、でもそうだね、全員必殺技だね、もらえりゃいいのよ。結局必殺技カードがさえあれば、無理してレベル上げなくても全員回復させてもう一回挑みますか。勝ち上げ、勝ち上げ。言うてこれでも2000もらえるかね。とりあえずどんどん控えらせていくか。ちょっとカード調整もしたいね。
か無理してレベル上げなくてもこの状態でもうちょっとだけ頑張ってみるか。でカードをうまく使えばいけるんじゃねえかな。ちょっとフリーでこっち来てもらって、このカード、あ、これも使えたのか、よく考えたらカード。まあまあいいや。もう一回行ってみて、全員孵化させて、でそれでダメだったらレベル上げましょう。必殺技カードが悟空にちょこちょこくれや普通にいけるんじゃねと思ってるからよ。言うて、うん、勝ち上げ。お、寄ってきた寄ってきた。チャイム。マジで必殺技カードが欲しいね。チャイム帰ってきた。必殺技カードが欲しいんだよね、とにかく。天さんも帰ってきて、こんなカードシャアがないんだよね。めっちゃ移動してくるでしょ。あ、そうでもないね。一応これで全員復活はできたってことよね。で、あとはカードを、ちょっと、いい感じにして、だいぶいい調整できてますよ。できたら、行きたかったっすけどね。はい、ということで一回これ切りましょうかね。まあ、ちょっとどうしてもきつかったらレベル、悟空の宇宙船で、レベル上げ頑張ってみようかなと思うんで、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。それでは失礼します。バイバイ。